ずい。まさかさっきのロストの。この人が君たちを引き取ってくれることになったミドウさんだ。あの人なんか苦手かも。顔が笑ってないっていうか。これが全ての始まりだったんだ。ここには入るなと言っておいたはずだが。なんだよこれ。あいつに何をしたんだよ。何も心配することはない。ちょっとした好奇心さ。君たちはより高次の存在に生まれ変わるんだ。あの男は笑っていたんだ。まるでおもちゃで遊ぶ子供のように。おはよう。気分はどうかな。私の子供たち、喜んでくれ。私たちの研究は新たなフェーズに突入する。さあ祝おう。再会のこの日を称えよう。好奇心の力を。君たちはさらなる進化の階段を上るんだ。表向きは高名な科学者だった。だが裏では俺たち個人を実験台に改良しては奴隷兵士として売りさばいていた。ひどい。奴はいつも言っていた。人類は未来への橋に過ぎねえと。好奇心は人類を進化に導く賢者の意志だと。奴の実験は続いていたんだ。ここで俺の仲間たちを犠牲にして。ミド、あいつだけは絶対に。
装備の点検か？使えそうか？あいつ相当な手だれだぞ。あんまり先走るなよ。新しいはしご発見だな。体中が熱い。骨が折れそうだぜ。
仲間を助けたい。すまないが。おお、年代もせっかくならお前も本当いい。サンキュー。悪い、昔からどうにも絵だけは苦手なんだね。さすがの俺も。まあ、めぼしいものは何が起きてもいい。新しい武器を追加したよ。お、これなら使い道がありそう。どの武器を強化したい？どの吸血ガスを、どの武器を転生したい？何か買ってく？何か売ってく？外に。新しいラインナップが。いや、何でも揃ってるよ。気をつける。この間は侵害の器が見つからず、私の本当は全てをお話しできれ、初めに継承した喉の侵害だけは奪われずに済んだけれど、私も落ち着いたら捜索に加わ。おかえり。盗っ人女、どこ行きやがった？俺たちの決意を、まだ遠くには行ってないはずだ。探せ！こんなことして大丈夫かな？仕方ないじゃない。こうでもしないと決意が手に入らないんだから。さあ、今のうちに逃げるわよ。必死に集めた決意も。これで最後か。ここのところ枯れた泉ばっかりで収穫もゼロ。早いところ何とかしないと。ミアにばかり怖い思いをさせてごめんね。僕もまともに戦えればいいんだけど。ニコラはそんなこと気にしなくていいの。あなたさえ無事なら私は。あんたたちは。お願い、
血類を少しだけ分けてもらえない？私たちには時間がないの。ロストが始まってる。そんな状態でまともに戦えると思ってるのかい？そんなのやってみなくちゃわからないわ。おいで、血類のある場所に案内してあげる。私がレブナントとして目覚めた時にはもう泉の大半は枯れていて、血類を探すだけでも一苦労だった。自分たちが生き残るのに必死で、そんな時に出会ったのがカーミラだった。散々こき使われて、この世界では他人に頼ることなんてできないって知ったの。おかえ、ここが私の住処だよ。今は私しかいないから好きに使うといい。ありがとう。ああ、カーミラでいいよ。その代わり、私の分までしっかりと働いてもらうからね。あんた、人様から血類を奪うのが得意なんだろ？知ってて助けてくれたの。あんたがいれば、私が危険を犯す必要もなくなるからね。そうでなきゃ誰が厄介事を抱えるか。カーミラおばちゃんはずっと一人で暮らしてるの？昔のことなんかどうだっていいだろう。そんなことより洗濯は終わったのかい？ごめんなさい、すぐやります。思いやりのない性格だから、みんな出て行ったんじゃない？思いやりなんて腹の足しにもなりゃしないよ。所詮みんな自分が可愛いのさ。大変だよ、そこら中にロストが。あれ、カーミラおばちゃんは？さっき出て行ったっきり、ロストに気づいて一人で逃げたのね。私たちも逃げるように。こら、倉庫の血類を持ってきて。でもこの血類はおばちゃんの。言ってたでしょ、思いやりは腹の足しにもならないって。ほら行くわよ。自分たちの力だけで生きていこうって決めたのは、カーミラのこと心のどこかでは信用したいって思ってた。いつも冷たい態度だったけど、不器用なだけの人なのかもって。でも違った。この世界じゃ誰も助けてはくれない。それが本当によく分かったから。だからあなたたちと出会った時は本当に驚いたの。当たり前のように手を貸してくれた。そして気づかせてくれた。思いやりは確かに腹の足しにはならないけど、
自分らしく生きていくために必要だってこと。ただ今思えば、みんなと出会うまでこうして生きてこられたのはカーミラとの出会いがあったからかもしれない。結局あれから一度も会うことはなかったけど、カーミラ今頃どうしてるのかな。私の日常を、私のすべてを、あの大崩壊が一瞬にして奪っていった。家族を探して当てどもなく何日も何日もさまよった。自分がもはや人ではないことを知ったのはそれからしばらく経ってからのことだった。ここは私たちの新しい住処だよ。レブナントとして蘇ったからにはきっと意味があるはずだ。全てを失った者たち同士でもう一度人生をやり直そう。亡くなった人たちの分まで。そうね、腐ってても何も変わらないもの、やってやろうじゃないの。ようやくこの世界で生きる意味を見出せた。そう思った時だ。ロストの襲撃によって仲間は次々とロストに落ち、私は再び全てを失った。それ以来私はこの住処から出ることはなくなった。みんなで蓄えた血霊が尽きる時、私という存在もなくなってしまえばいいと思って、あの時この場所で二人の子供たちと出会うまでは。話をしていればもっと分かり合えたかもしれないのに。うん、私はあの人のことを探してみようと思う。まだ生きていたらだけど、もし他の記憶を見つけたら教えてもらえると嬉しい。カーミラのこと知りたい。おかえり。久しぶりだね、カーミラ。しばらく見なかったからロストにでも落ちたのかと思ってたよ。あんたこそ、お互いなかなかしぶといもんだね。男でもできた？妙に生き生きしているじゃない。バカなこと言うんじゃないよ。ちょっと子供を預かってるだけさ。余計なことはいいから商品をよこしな。はいはいはい、これで全部だ。返品は受け付けないからね。
このやつ、返品を受け付けないっていうのはこういうことか。頼んだ数よりも随分と多めに入ってるじゃないか。あの子もとんだお人よしだよ、まったく。ありがとね。なんだい、これは。また懐かしいものを見せてくれるじゃないか。よしておくれ。私は私がしたいことを勝手にしてるだけさ。レヴナントは何かしら記憶を失ってるもんだが、私は珍しいタイプらしくてね。記憶の欠損がほとんどないんだ。忘れたいことに限ってちっともなくなりゃしない。困ったもんだよ。あんた今みたいに人の記憶を復元できるんだろ。もしどこかで私に関する記憶を見つけたら教えておくれよ。もしも忘れてしまった記憶があるなら、どういうものなのか見てみたいんだ。カーミラ、口は悪いけど根は優しいやつだった。あれっきり会えてないけど、どこかでしぶとくやっていてほしいもんだね。おか、ミアとニコラ、二人に出会ったとき、自分がこの世によみがえったことの意味が分かった気がした。この出会いは偶然なんかじゃない。この子たちを未来に導く。それが私に与えられた使命だと、そう思った。大崩壊で失ってしまった子供たちに、どこか似た雰囲気のあるこの兄弟を。ミアに集めさせた血類は手をつけずに倉庫にしまっておいた。あの子たちがいざという時に使えるように。この世界で生き抜くためには自分たちの力だけで生きていく必要がある。だからできる限り冷たく接した。他人に頼らず一人で何でもできるようにと。本当はたくさんお話がしたかったけれど、でもそれでいいの。あの子たちの力になれるのならそれで。安心して、二人とも。このロストどもは私がここで食い止める。一度はロストに身を任せようとした命、それと引き換えにあの子たちを救えるのなら本望さ。感謝してるよ、ミア、ニコラ。最後に人として生きるきっかけをくれて。短い間だったけど楽しかったよ。元気で。